やっぱり、一番難しかったのは、えー、プレイフィールっていうところですねそのゲームバランスももちろん心配だったんですけど一番最初に悪魔自体をどういうふうにするか例えばよくあるパターンは 2D 格闘を例えば 3D 持っていった時にもう完全にそのゲームのルールにしてしまうっていうのもあるしまあその逆もそうですけど、まあ、どっちかの大体ルールに作り方とか見,見せ方もう全部。 プレイフィールも何もかもそのゲームのルールになっちゃうっていうのが大抵のパターンだと思うんですけど「鉄拳」は世界で初めてそういう意味では 2D 格闘と 3D 格闘の融合っていうのを、まあ、本気でやってみた、えー、タイトルだと思いますだからそこでやっぱりストリートファイッターのプレイヤーがそのまま合旗をいじった時にあこれは我々の知ってる合旗だって思ってもらえるっていうのはワンツファーストステップとしてやってみた。 っていうのとかつ、えー、鉄拳プレーヤーと戦った時にも、えー、あるちゃんと整合性を持った上で、えー、お互いが対戦できるっていうことを、えー、目指してっていうところで、えー、のお,お互いが対戦できるってところを目指したので3ステップ目がやっぱバランスですよね。ここは、まあ、非常に時間かかったんでですけど、まあ、そういうい順番で、まあ、まずは まずは豪旗自体のプレーフィールも誰が触ってもびっくり納得できるで次に対戦鉄拳のプレイヤーとの対戦で見事にこれは融合していると思わせるそして次に、まあ、バランスがうまくいくかどうかバランスは結構時間かかりましたけどうまく今のところいってますます、あ、まずは豪旗が入るってこと自体に、まあ、非常にいい意味で、えー、両コミュニティというか、まあ、ファイティングゲーム全コミュニティ全体もそうですし、えー、鉄拳プレイヤーたちもまあ非常に驚いた。 えー、っていうところでは、まああのー、話題に貢献できてそこはすごい良かったですし、ね、実際のプレーに対してはあのー、もちろん何てんですかね豪樹、えーまあ、がいるからちょっと新しく触ってみようという人たちも増えたところもあるけど、えー、と結構鉄拳プレイヤーたちも、まあ、いかに豪樹を攻略するかというところで、まあ、非常に熱くなっていて、まあ、最初の頃はやっぱ強い強いって言われてましたけど、まあ、分かってくると。 結構恒例が分かってくるので、まあ、プレイヤーの間でうまくバランスが取れていった部分もあるし我々もそのフィードバックを聞いてなるほどこれはちょっとあの厳しそうもしくは強すぎるってところは少し直したりとかして今非常にお互いのコミュニケーションの間で、えー、いいバランスまで持っていけたかなというふうに思ってますけど、ね。 Fight.